こんにちは、会社員の皆様。上司からの飲みの誘い断ってますか？私が思うのはですね、やっぱりこう会社員でいたりとか働いているってことは、目の前の人がどうやったら喜ぶかなってことを考えるってことだと思うんですよ。それがビジネスだと思うんですよね。目の前にお客さんであろうが家族であろうが知らない人であろうが、何かその人が困ったなって考えているとか、こうしたいんだけどなっていう時に、どのように自分がお手伝いできるかなと、自分がどのようにお役に立てるかなって考えることがビジネスの全てだと思うんですよね。となるとですよ、自分の属してる会社、知らない会社ならまだしもですよ、自分の属してる会社、自分が好きで入社した会社です、ね、ここの会社に入れてくださいって言って入社しているんですよ。そうじゃない人っていないでしょ。この会社入りたくないんですけどって言って採用された人いますかね。やっぱり就職情報誌見るなり、誰かの紹介を得るなりして、あ、この会社に入るぞと、どんな仕事をしてるのかなと、じゃあ入社試験はどんなのがあるのかな、よし入社試験受けるぞって言って、まあ面接受けるなり筆記試験受けるなり、やった合格した入ったって言ってその会社を選んだわけですよね。じゃあその会社に対しては、自分が興味を持たなかった会社や組織以上に、まあ何かしらの愛着があるわけですよ。なんか動機があるんですよ。嫌なら別にその会社と縁を切ればいいんですよね。でその自分が一定の思いを持っている会社の内部の人が何かを誘ってきたとかね、こうしたいんだけどとか、こういうことをやろうよっていう時に、それ残業代出るんですか、いやちょっと勘弁してくださいよっていうのは何なんですかねってことなんですよ。そうなんですよ。私が考えているのは、お客さんに対してマーケティングをかけていく、セールスをかけていく以前に、社内の人に対してマーケティングをかける、気に入られるための演出をしているかどうかってことですよね。まずはトレーニングとしてでもいいので、上司の人はどういうふうなことをしたら、喜んでくれるのか、自分を気に入ってくれるのか、自分と信頼関係を構築できるのかっていうふうに考えていくことって、お客さんの前に立つ前の何よりのトレーニングだと思うんですね。でそういうことをするのっていうのは、そんなにね恥ずかしいことでも損をすることでもないですし、まあより良い会社の関係を築いて、よりよく稼ぎやすくして、自分が出世のための引き上げてもらえる上司の手を取り合うことだと思うんですよね。それがね、面倒くさければもう出世とか給料のアップとかっていうのはないんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、その時の一時の感情とか物事をかっこつけるためにね、なんかこう断るんではなくて、付き合えばいいと思うんですよ。まあ上司なんていない私がね言うのもね、なんか妙な話ですけども。それからまあなんで最近の若い子はこうなのかなっていう考えもあるんですけども、それね結構聞く話なんですけども、これを言い出したらもうね年寄りなんですよ。もう老害なんですよね。私はそういうふうに思ってるんですよ。最近の若い子はとかね、最近の若い子はそうなんだって言い出したらもう老害で、分かったつもりでもうね分かってあげれてないんですよね。なんでね、若い子はそういうふうに考えるかっていうと、私たちの前の世代の姿を見てるからなんですよ。だから私たちが上手に上司と取り入ったりとか、上司の誘いを本当に楽しくね受け入れて、そしていい組織を作ったり、お手本を見せていたりしたら、あ、上司に付き合うことって結構いいもんだなっていうふうに思うはずなんですけども、そういう姿を見せてないから、まあなんか上司に誘われてなんかダセよなっていうふうな感情を私たちが見せているってことなんですよね、きっと。だからこれもね受け取り方なんですよね。上司に飲み会誘われて行く行かないに対する現象を見て、いや俺たちの時代は違ったけど今の子はちょっとなんか分かってないよねっていう風になっちゃうのか、それともね、あ、申し訳ないなと、俺たちの前の世代の姿を見たら次の世代の人ってそういう風になっちゃうよねと、俺たちの責任だって思えるかどうかなんですよね。そしてここにはね一つの大きな稼ぐ要素があるんですよ。稼げる人とか成功してる人って悪いことが起きたら全部自分のせいだと思うんですよ。あれこれ思ってもみない結果だなと、俺が悪かったな、どういう風にすればいいのかなって考えるんですよね。そして何かいいことがあったら、いや皆さんのおかげです、部下の皆さんのおかげです、上司の方のおかげです、周りの人のおかげです、知らない人のおかげです、これができるんですよ。ただうまくいかない人ってその逆なんですよね。何か自分に得がないことはやらないとか、残業代が出なかったら誘いに乗らないとかね、これうまくいかない人の例なんですよ。でそのうまくいかない人の例を私たちがやってしまったから、それを真似せるのが多分若い人の行動心理なんじゃないかなっていうふうに思うことで、自分の襟を正すことができるんじゃないかなと思うんですよ。でよく本当にね、私の世代40代とか50代になってくるとこれよく言うんですよ、本当。最近の若い子はこうだよねって、もう老害ですよこれは。最近の若い子はこうだって言い出したら、
自分たちが最近の若い子はっていうふうに言われてきたっていうことはまだ若い子なんですよね、うん、でも言い出したってことはもう若い子と積極的に対立しようとしてるんですよ。若い子を軽く見てるんですよ。それが自分たちのせいだってことを全然認識してないんですよね。自分たちの姿を見ていやこうなっちゃうよねとあいつらの真似したくないよねとかね、うん、前の世代のやつらがしょうもない例を残したよねっていうふうに思わせてるんだろうなっていうふうに思うことで自分の襟を正すことができるのかなと思うんですよね、うん、これねどなたどんな人の開発者の環境でも組織である以上あると思うんですよ。上司や先輩って自分は物語がよくって部下思いだっていうふうに思ってるのは自分だけで、新入社員とか入社2年目3年目とか20代の若手から見たら分からず屋なんですよね。30代か40代の先輩上司ってこれはね本当にいつまでたってもそうなんですよ。なんで分からず屋かっていうと最近の若い子はって言い出すからなんですよね。言わないまでもどっかで言ってるだろうと思わせてるからなんですよね。ですんでね、この最近の若い子はっていうふうなことを言っているのか言われているのか、うん、ここはかなり考えどころだなと思います、うん、確かに私もね若い子はって言っちゃうんですよね、うん、組織として会社を持ってないのにたった一人で生きてるのに最近の若い子はって何も分からずに言ってるんですよね。まさに分からず屋が私でございます。それでは行ってらっしゃい。